はい、近藤です。今日もご視聴ありがとうございます。今回はですね、姿勢が皆さんの性格にも影響すると。つまり、姿勢を良くするということが、実はご自分をポジティブにすると。これってすごく大事なことだと思ったんで、ちょっとシェアしようと思って、ご紹介したいと思います。これはね、アメリカの社会心理学者のエミー・カディという方が、2013年か4年にですね、TED というですね、プレゼンテーションの、動画の番組があるんですが、そこで言ってたのは、Your body language shapes who you are っていうんですが、要は自分の体の、まあ、姿勢、要は態度が、ご自分の、まあ、性格を形作るという。つまりですね、例えば、いつもこう、体が丸まってるような人っていうのは、やっぱり性格もちょっとネガティブになりやすいっていうことらしいんです。で、逆に、すごく態度の大きい、日本でいう態度の大きい、ずうずうしい、ずうずうしいって言うとあれですけど、まあ、こんな感じ、そんな感じの人、態度が大きい人の方が、ポジティブなホルモンが出るということで、で、じゃあ、そのネガティブの人もこういうふうにしたらどうかというと、やっぱり変わる人は結構出てきたっていうことなんですね。これってすごいと思いませんか？つまり、性格っていうのは、そのまま決まってるわけじゃなくて、例えば、生まれ持ったわけじゃなくて、こういう状態、例えば胸をこう張るっていうことが、当たり前にできるようになればですよ。もっと前向きになると。ポジティブなホルモンが出ると。で、逆に、いつも元気だった人が、例えばなんか、仕事かなんかでもずっとこういう感じで丸まってみたいな感じでいると、ネガティブなホルモンですね。コーチゾールとか言うんですが、まあそういったホルモンがプロデューサー。だとしたら常にいい状態でいたいですよねっていう。ね。そうなんです。だから皆さんぜひですね、ためらわずもう態度でかく、こんな感じ。で、体もこんな感じで起こして、生活を楽しんでください。はい。今日は以上になります。